6日17時10分に九州北部に特別警報が発表になりました。特別警報が発表になったエリアは福岡県、佐賀県、長崎県に大雨特別警報です。これまで九州ではすでに大雨となっておりまして、降り出しからの雨の量は山沿いの多いところで800ミリ、平野部でも600ミリを超えているといった状況になっております。このすでに大雨が降っているところにさらに現在活発な雨雲が広がっておりまして、九州北部では場所によっては1時間に80ミリを超える激しい雨が降っている状況となっています。この後夕方から夜にかけてこういった激しい雨が降りまして重大な災害の危険性があるとして、気象庁は大雨特別警報を発表しております。すでに暗くなってきておりますけれども、この後重大な災害発生する恐れがありますので、避難をする場合は早めに、また外がすでに雨が強く避難が難しい場合は家の中で極力安全な場所を確保するようにしてください。以上、特別警報に関する情報をお伝えいたしました。